お兄さんすいません、あのちょっとだけいいですか、インタビューさせてください。お兄さん、なんか夢とかあります？夢、はい、はい、夢、ビッグになりたいです。具体的に僕ってバーやってるんですけど、はい、まあ、バー以外 の、 その飲食とか以外の、まあ、事業とか新しく作りたいなと思ってますね。例えば、まあ、今そのライブ配信とか、そういうライブコマース系のことはやりたいなと思ってます。それに向かって具体的に何かされてるんですか？今、まあ、例えば個人としてもその、まあ、僕も TikTok とか YouTube とかやってるんですけど、はい、まあ、目標ってする数字は、まあ、10万は行きたいですね。いつまでに行きましょう？年内、残り半年で。応援してます。あのアカウントの宣伝よかったらしてください。バッカスという、名前でコント系の、ショート動画やってます。よろしくお願いします。すいません、お忙しいところ、ありがとうございます。頑張ってください。おっす、一人いける。コントンさんですよね？コントンさんですよね？あ、そうお時間大丈夫ですか？ちょっといいですか？すいません、コミアンって言うんですけど。はじめまして、DJ コントンさんです。あの今僕人の夢聞いてて、はい、ちょっと夢よかったら教えてください。夢ですか？はい、あ、僕沖縄出身なんですけど、はい、沖縄に一個アリーナがあって、はい、そこのアリーナで、はい、まあ何かしら歌でも何でもいいんですけど、はい、そこでワンマンみたいな感じでやって、はい、その日に僕あの SNS 全部やめようと思ってます。ちなみにそれはいつまでの目標ですか？あと 2,3 年後には絶対叶えたいです。2年以内に、沖縄のアリーナ、はい、満員で、はい、ワンマン応援してます。ありがとうございます。ちなみになんかそういう活動はされてるんですか？あ、そうですね、今 DJ とか歌をメインで YouTube、TikTok も全然やってて、よかったらフォローお願いします。 DJ コントンさん、皆さんフォローしてください。応援してます。すいません、ありがとうございました。お気をつけて。 あ、お姉さんすいません、少しお時間ありますか？あの僕コミアンって言って人に夢聞いてるんですけど、よかったらお姉さんの夢教えてください。はい、グルメ系ナンバーワンになることです。お名前は？あ、マロンと言います。マロンさん、マロンって検索したら出てきます？あ、三つ星って検索したら出てきます、カタカナで。三つ星のマロンさん。あ、三つ星チャンネルの。はい、ナンバーワンっていうと具体的に数字とかで言うとどんなもんですか？数字ですか？総フォロワー20万人ぐらい。20万人？いや全然、第一目標。はい、いつまでに行きましょう？年内目標で2024年以内に20万人フォロワー、はい、これ総フォロワーですか？総フォロワー20万人、はい、じゃあ応援してます。じゃあのアカウント宣伝してください。三つ星チャンネルのマロンです。カタカナで三つ星って検索してください。フォローしてね。ちょっと出てるかは分かんないですけど皆さんよかったらマロンちゃん可愛いんでフォローお願いします。すいません、お忙しいところ、ありがとうございました。お気をつけて。